日一日を大切に過ごしてください。そして今日はいいことがある、いいことがやってくる、今日はやりたいことが最後までできるんだ、このことを思って生活してみてください。健康の秘訣は、言いたいことがあったら口に出して言うことです。そうすると心のわだかまりがなくなります。一日に一回は鏡を見る方が良いです。できればにっこりと笑ってみてください。心にわだかまりがないときは表情が生き生きしているはずですよ。いくつになってもおしゃれ心を失わないこと、好奇心を失わないこと、若い人と付き合うこと、これが若さを保つ秘訣です。念ずれば花開くという言葉です。私は何かをするときは必ずこれは成功するといういいイメージを描くようにしています。人生はいいことも悪いことも連れ立ってやってきます。不幸が続けば不安になり気が弱くなるものです。でもそこで運命に負けず勇気を出して不運や不幸に立ち向かってほしいのです。もし人より素晴らしい世界を見よう、そこにある宝に巡り合おうとするなら、どうしたって危険な道、怖い道を歩かなければなりません。そういう道を求めて歩くのが才能に欠ける人の心構えなのです。生きるということは死ぬ日まで自分の可能性を諦めず、与えられた才能や日々の仕事に努力し続けることです。無意にだらしない生き方をするより真剣に生きる方が、たとえ短命でも値打ちがあります。たくさん経験をしてたくさん苦しんだ方が、死ぬ時ああよく生きたと思えるでしょう。逃げていたんじゃ貧相な人生しか送れません。
男女の間では憎みは愛の裏返しです。嫉妬もまた愛のバロメーターです。男女の恋の決算書はあくまで 50-50。 夫婦の間でも恋人の間でも親子の間でも常に心を真向きにして正面から相手をじっと見つめていれば、お互いの不安を口にする前に相手の気持ちがわかるはずです。妻は優しくされることを望んでいるだけではない。優しい心で理解されることを望んでいる。同床異夢とは、同じ布団で寝ていても同じ夢は見られないということです。愛の情熱は3年くらいしか続きません。夫婦は苦楽を共にして愛情を持ち続けるのです。世間的に申し分のない夫や妻であっても、相手が欲していなければそれは悪夫悪妻です。そんな時はさっさと別れて自分の良さを認めてくれる相手を探すことです。恋を得たことのない人は不幸である。それにもまして恋を失ったことのない人はもっと不幸である。理解できないと投げ出す前に、理解しようと相手と同じレベルに立って感じることを心がけましょう。人間は万人の神でも仏でもないのですから、人を完全に理解することもできないし、良かれと思ったことで人を傷つけることもあります。そういう繰り返しの中で人は何かに許されて生きているのです。人の話を聞く耳を持つことは大事です。もし身の上相談を受けたら、一生懸命聞いてあげればいいのです。答えはいりません。ただ聞いてあげればいいのです。人と付き合うのに秘訣があるとすれば、
それはまずこちらが相手を好きになってしまうことではないでしょうか。どんなに好きでも最後は別れるんです。どちらかが先に死にます。人に会うということは必ず別れるということです。別れるために会うんです。だから会った人が大切なのです。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。